見てこれ。おい見てこれ。おい見て。こちら EMP 対策完璧です。いらっしゃいませ。どうも渋谷ハルです。本日はですね、まずこちらの映像をご覧いただきたい。カバーしきれなかったな、味方を。味方ではないけど。僕にそれが食らうと思うな。まあ、こんな感じで、クリプトのウルトですね。クリプトのウルトをもう超簡単にワンボタンポチって押すだけでアーマーを脱衣できる術を皆さんに教えたいと思います。ちょっと前まではね、そのクリプトのウルト回避っていうと、あのインベントリ開いてアーマーを捨てて、でその後アーマー拾い直すっていう感じだったんですけど、なんとですね、もうワンボタンポチって押すだけでアーマーを脱ぐことができます。それに関しては設定が必要なので、バーッと設定のやり方を解説していきます。といったところで早速なんですが、まず Windows キーと R ボタンを押して、ユーザープロファイルって入力して OK を押すと、ユーザーのフォルダが出てくるので、その中から保存したゲームっていうのを選択してください。で、保存したゲームの中にリスポーンっていうフォルダがあるはずなので、リスポーンフォルダ開いて、中に Apex というフォルダがあります。で、Apex フォルダ開くと、ローカルとプロファイルっていうフォルダがあるので、ローカルの方を開きましょう。そしたらその中にファイルがおそらく3つあるので、その中の settings.cfg っていうファイルがあると思うんですけれども、こちらのコンフィグファイルをいじっていきます。おそらく、なんかその、白紙マークみたいな、開けないよってなると思うんで、なんかダブルクリックすると、どのファイル、どのプログラムで開くみたいなやつが出てくると思うので、その中からメモ帳を選択してください。もしあの選択肢にメモ帳がなければ、その他のアプリっていうところを押すとメモ帳があるはずなので、その中からメモ帳を開いて、でメモ帳でこのファイルを開くとバーっていろいろ書かれてると思うんですが、一番下の行にバインドで設定したいキー FUR アンダーバードロップエクイプメントかな、ドロップエクイプメントアーマーって書いてください。で、これ文章概要欄に書いとくので、丸々コピペしていただいて大丈夫です。で、保存して閉じましょう。そうするとバインドの後のダブルカンマで区切っているところのキーを押すとアーマーを脱げます。で、僕は Z に設定しました。まあ、この辺は好みがあると思うんで、何のキーでもいいと思いますが、サイドボタンか、まあ、Z、X あたりがいいのかなとは思います。僕はちょっと X は武器をしまうボタンをすでに設定しているので、僕は Z キーにしてます。こんだけ。 PS4 版はできないかもしれないです、まあ、PC 版の人はぜひ試してみてください。この後はアーマー生え脱ぎを使った試合を流しておくので、よかったらそちらを見ていってください。大人タピオカとかで検索したら出るんじゃない、知らんけど。今日イングマン当たらないな。止めんの怖いな。あ、ラッキー。拡張ライトマガジンを発見。レベル2ね。敵だな。敵の姿を確認。あ、こいつソロってことはさっき、クラウンかーい。さっきのなんか撃ってきたエネアモのやつは別か、ディボーションのやつ。あ、あれで別、あれね、違う。筆武器を間違えた。あー、もうタイミング。2人以上いるな。てか多分3人いるな。あ、そうだ、 EMP で思い出した。みんな見てこれ、見てこれ。見てこれ。見て。こちら EMP 対策完璧です。いつでもいけます。そうだ、これ動画にするから。あ、もうこんなん、これ豆方だからさ。マジで関係ない。僕多分 EMP 修正入るんじゃないかなって思ってる。早脱ぎ。やり方ちょっと動画にするね。ちょっと口で説明しにくいから、明日に動画であげようと思ってる。もうこんな脱げるもん、ほら。面白くないこれ。これめっちゃ面白くない？
EMP だ脱げって危ないってEMP来た危ないって危ないでもこれ使ったテクニックね、僕結構あると思うんだ。例えばだよ、例えばこういうさ、遮蔽の近くで打ち合って、まあじゃあ正面に敵いてさ、脱ぐじゃん、打ち合うじゃん、相手が僕が生身なことを確認した瞬間にもう一回来てっていうことできるんですよ。生身だと思った瞬間相手詰めてくるから。え、あれ持ってサンスティフ持ってんな、味方だこれ、間違えて脱いじゃった。おい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 、ナイフナイフ、部隊は殲滅だ、残る部隊は2つ。敵だ。今日の配信マジでなんか役立つ話が多いな。外しすぎたねー、よいしょー。敵を仕留めた。あ、こいつも死んで、あ、違うか。リロード先だな。ラストワン部隊。あ、ぶちすぎた。危なかったね、よいしょ。これは。よいしょ。よいしょ。あ、拾えない終わると拾えないんだ。ジジー、エーペックスのチャンピオンとなりました。マフティフ最強すぎ。